もこんばんは、伊藤さぐんなんです。ということで本日はね、大阪編なんですけども、はい、ここね、はい、日本橋っていう、はい、秋葉原みたいな大阪のそうオタロードっていうところがあって、そのオタロードってとこで今来たんだけど、はいはい、またね、久しぶりにガチャガチャがいっぱいあるんですよ。あ、そうですね、はい。自衛隊とかあるよ。はい、いいね。あ、いいです。お財布、はい、なんかさ、あの生物系多いね。あ、そうですね。あとは進撃の巨人とかもある。はい、カンムスもある。寄生獣がある。あー、今人気の寄生獣、はい、俺好きなんだよ。今僕も見てます。この人がさ、はい、ヒストリエっていう漫画家知ってる。新しい。あー、知ってます。あ、それも読んでるし。あー、そこまで。はい、ということで、じゃあ俺はこの寄生獣をやりたいと思います。はい、行くぞ。で、はい、俺ね、でもね、ちょっと待って。ストラップ、ストラップ、はい、メモスタンド、ストラップは使わないじゃん、実際俺。あ、まあ、だからこの右のペンスタンドだったら置いとけるから、はい、俺これがいいな。あ、しかも動くんだって。あ、なるほど。じゃあ行きまーす。はい、200円。あ、200円。はい、300円でもあんのか今。行くぞ。どうですか。はい、何が出るかな。あ、シール貼ってある。なんだこれ、難しい。開け方が難しい、これ。ああ、なんか大阪独特のあれが。大阪独特の独特のあれ。俺のイントネーション開かねえよ、これ。開いた。あ、あー、まあでもストラップだけど、はい、ストラップだけどちゃんと右のやつが出ました。はい、いい感じだね。そうですね、一番最初のやつじゃないですか、多分かな。はい、もう昔読んでたから覚えてないけど。はい、はい、嬉しい、嬉しい、はい、いいね、やった。よかった。じゃあ次ミカエルどれやる。はい、決まった、決めた。僕はね、こちらのこの衛星害虫博覧会。なんだよこれ。あ、でもいいね。あ、海洋動画作ってるから、はい、超リアルなやつだよ。いや、本当でもなんか良さそうじゃないですか。いいね。値段もちょっと張るんですけど、300円で。いやー、行けミカエル。なるか。まあ、でもどれが出ても良さそうだな、これは。そうです。ハエがいいな、俺、ハエが。ハエ、まあ、ハエも、はい。お、お、いやハエ。あ、ハエですよ、これ。はい。金バエ。金バエ。わぁ、リアル。いいね、でも。リアル。うわぁ。リアルより、ちょっとなんか仮面ライダーのおもちゃっぽいな。まあ、なんか。なるほど。っぽいですね。ブラックアレックスっぽいですね。あ、アレックスっぽい。はい。それわからん。ブラックじゃないよ。ブラックとアレックス別だから。え、ブラックアレックス。違う違う、ブラックとアレックスって別だから。はい、仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX っていうの。ブラック RX って言うんですよ、あれ。いるの。え、それが正式名称。そうですね。仮面ライダーブラックみたいな。当たりました。RX いいね。仮面ライダー黒いボディ。こっちが行くの、わざわざ。これですよ、これ。どれ。アイドルマスターシンデレラガールズっていうね。なんだよこれ。アプリですよ、アプリ。何これ。アプリじゃないですか。はい、これこれ。はい、僕も今やってるんですけどね。はい、ステマ、ステマ違いますよ。ほら、僕もアプリで撮ってね。お前なんでアニメさ、卒業したはずなのに。はい、卒業したなんて言ってないじゃないですか。はい、やめてください。もうやってよ、気持ち悪いな。はい、まあ、いろんな可愛い女の子がいるんでね。はい、アイドルマスターシンデレラガールズ。何や、アイドル育てんの。まあそんな感じ。ゲーム、ゲーム、アプリのゲームです。で、これ、はい、待てよ。はい、まあ本当に興味ねえんだよ、そんなの。はい、ありますね。何が出るか。これ硬いね。あ、でも硬い、ね、硬い、めっちゃ硬い。誰が出た、お前が好きなキャラ出たかな。おっと、出た、出た。あ、これは、はい、確か、誰、はい、どれ、これはこれ、これ、あ、はい、高畑楓さんですね。楓さんですよ。はい、ちょっと先に、はい、あんだけ好き好きしたら見なきゃわかんないじゃん。はい、そう、しかも高ガキ。あ、高ガキ楓ちゃんですか。はい、忘れましたけども。はい、どうですか。はい、可愛いの。高ガキ楓、めちゃくちゃ可愛い。して、はい、こんな感じですよ。はい、まあ気持ち悪いよ。いや、可愛いじゃないですか。アイドルマスターってファッションとクールとキュートっていう3タイプがいて、うん、これはそのクールタイプでね、めちゃくちゃクールなんですけど。お前クールの方好きなの。いや、僕はファッションの方が好きです、ね。じゃあ違うじゃん。はい、違うんですけど、可愛いじゃないですかね。もう、あー、カエルちゃん可愛い可愛い。まあやめろ、もう。これもう寝てなくてさ、辛いからさ。いや、いいじゃないですか。じゃあ、これ癒されましょうよ。ということで、本日はね、
なんだっけ、大阪の日本橋でガチャガチャやってみて、はいはい、僕は右、ミカエルはハエ、竹銀はなんかキモい、はい、キモくないですよ、アイドルマスター、シンデレラガールズの高垣楓ちゃんですはい、わかりました、ということで、皆さんもぜひね、はい、日本橋来た時はそこのガチャガチャでね、はい、やってみてください、はい、ということで、これからも生田さんのよろしくバイ